苦しい雨雲にほんの少し夏を求めたら、もうそこは浴衣の季節。ちょっとディープな川越観光案内、夏の浴衣スペシャル始まるよ。おはようございます、スマイルワールド。おはようございます。誰だ、一人エコーやってんのは。6月17日の小江戸川越です。ラジオ川越で一番地味な番組、ちょっとディープな観光案内のお時間がやってまいりました。30分というお時間ではありますが、よろしくお付き合いください。この番組は FM88.7MHz 川越市脇田町のラジオ川越よりお送りしております。この番組は、ガイドブックなどではあまり紹介されていないけど、よく見てみると肌と気づくようなちょっとディープな川越の横顔や、身近にやりすぎて普段なかなか見えてこない川越の魅力、また歴史や民話、伝説などを絡めましてゆるくお伝えしていきます。ということで、お相手はですね、いつもの通り、小江戸川越のらりくらりと辻原真由美ことアシスタントの辻坊です。はい、よろしくお願いします。で、今回はね、はい、2021年まだだから番組が始まった頃の放送開始時に、呉服笠間の主人をお迎えして川越登山のことを根掘り葉掘り聞いたっていう番組なんですよ。はい、いまだに個人的に伝説会になっておりまして、伝説です。多分ね、うちの番組で一番アカデミックな内容になってる。はい、なので、まあ、もし、ね、気になる方は、ね、アーカイブをちょっとほじくってください。勉強になるよ。すごい分かりづらいアーカイブだね、うちのはね。全部サムネ一緒だからね。確かに。でもサムネ変わったの知ってます？ちょこっと変わってるんです。5時間、そう、朝5時半が朝6時半っていうのを変えてるっていう、ね、だいぶ変わりましたよ。地味な変わり方をしております。そしてね、その着物で振ったということはね、はい、今回ゲストさんにいらしております。あらー、ゲストさんですよ。しかもね、すげえ近いんだ、ラジカーから。そうなんですか。ラジカーの入り口からですね、はい、徒歩で歩いて4秒ぐらい。4秒。うん、これはすごいよ。はい、丸山川越店のですね、豊田貴子さんです。はい、皆様おはようございます。おはようございます。ラジオ川越の目と鼻の先、丸山川越店より参りました、着付け講師豊田と申します。本日は お招きいただきましてありがとうございます。丸山川越店は株式会社丸山、設立1961年昭和36年東京小岩からスタートしまして、今年2023年の3月に62歳を迎えました。すごい、はい、すごいね。全国300店舗以上あり、私が着ている今日着ているこういう着物ですとか、ジョイフル襟の振袖、それからリサイクル着物の風呂敷や、うん、薄美着物の教室や天下着物教室といった着物関連のほか、宝石、ファッションアパレル、健康品と幅広く取り扱っております。私が所属するのは天下着物教室で、随時生徒さん募集しております。でまずは無料体験というのがありますので、気軽にお越しいただければなと思います。でこのラジオ川越を聞いたとお電話いただけるとスムーズですので、よろしくお願いいたします。ラジオ川越を聞いた、はい、聞いた、ね、ラジオ川越を聞いた。ラジオ川越を聞いた。ちょっと高さん風に言ってみます、ね。全然英語じゃないですよね。はい、レディオしかないですね。ところでお二人って着物ってどんなイメージを持ちですか？着物はね、暑い。暑い。あ、めんどくさい。めんどくさい、うん、確かにあります。はい、はい、これからの季節、街中では着物、浴衣姿が増えてくると思うんですが、うんうん、着物の第一歩として比較的簡単に着付けることができるので、はい、人気があるんじゃないかなと思っています。うんうん、でも着物っていう、着るのが難しそうとか、うん、暑そうとか今おっしゃっていただいたように、うん、はいはい、そういう印象が強いのと、うん、ハードル高く見られることが多すぎなんですね。うんうん、でそのハードルでも皆さん自身が高くしてしまっているって私は考えています。はいはい、確かに日本の文化とか民族衣装とか言われてます。はい、はい、で日本の清掃といえば着物、紋付き袴、黒留袖、振袖、いっぱいあるんですね。はい、まだいっぱいあります。まだ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 いっぱいあります。はい、
細かいことを言うと格っていうのもあって、うんうんうん、ここに行くにはこの着物でこの種類でこの合わせ方をしなくちゃいけない、うんうん、TPO ってやつだね。そうです、うん、TPO に合わせて帯の結び方、帯の種類もっていう細かいことあるんですけど、それがたくさんあってもう無理って諦める方が本当に多くて、うん、そうなんです、とても残念です。でそういう細かいことを言っていると、うん、文化とか民族衣装っていう着物を着る機会が減ってしまうとか、うんうん、着物の将来を心配する声も多くあるのも事実で、うん、そういう細かいことを一旦置いといて、うん、はい、色柄デザイン様々なので着物って素敵だと思いませんか。うん、まあね、着てるのはね結構ね、着物着て、正しい歩き方をしている女性を見るとあこれはいいなと。そうですね、で着物着てペンギン歩きしてると後ろからね蹴り入れたくなる、ね、ごめんなさいね、ごめんなさいね。せっかくさ浴衣着てさ街歩いてんのよ。でしかもさこれとある着物の、レンタルの、ところの主人、はい、結構怖い人なんですけど言ってたんですけど、うん、日本舞踊をやってる方でね、うん、まあ、B っていうお店の人なんですけども、B、 うん、やたら背中を開けてきたい、あ、おいらんかよ、今増えてます、ね、セクシーな増えてます、うん、外国の方に多いらしいんですけど日本人でも増えてます。でそれで歩きながら、着物を着るイメージ、シャナリシャナリってこう、うん、はい、いわゆるデルマ歩き、デルマモデル、デルマ歩きでしょ。ところがこれがもう皆さんねこうかかとに重心が入るペンギン歩きをするんで、うん、美しくないなと思いながら、うん、見ておりますね、はいはい、確かにありますね。そうは言っても私も、うん、結構洋服で靴を履いた時と同じような感覚でガンガン歩きます、うんうんうん、ペタペタ歩くこともする時あります。なるほど、はい、うん、でも一応草履は履く時は意識してます、うん、でも草履履かない時もあるので、うん、その時も普通に着物にブーツとか、ね、ブーツとか、うん、スニーカーとか、うん、よく見ますね最近。そうそうそう、はい、サンプルも今日サンダル履いてますけど、うん、今日ね可愛らしいサンプルが来てるんですよ。サンプル可愛らしいサンプル、可愛らしい動くサンプルが来られてるんですよ。一回みんな冷静に考えようね、はい、ここラジオだから、ね、さあ皆さんご覧ください、お名前をどうぞ。アミちゃんです。アミさんすごいね、いらっしゃいませ。守護らしいよね。すごい可愛らしい ね、 もうね、モデルさんみたいなお顔立ちだから本当に見ていただきたいんですけども、ね、ラジオですから、はい、綺麗な黒地にピンクの桜かな、はい、ですね、すごい艶やかなちょっと銀色のね、はい、ラメっていうかラメっぽい ね、 ね、 ね、入って、すごくシックだけど艶やかなお着物に、ね、なっております。水色の蝶の帯というのを初めて選んだ、はいはい、もう大丈夫かな、アミちゃん、はい、で、はい、あの、はい、自己紹介がすごいよね。そうですね、うん、そう、ま、自己紹介なんですけども、はい、はい、自己紹介で30分使う？長すぎます、膨らみすぎ。すごいよ、はい、だってね A4 の紙3枚ぐらい書いてるからね自己紹介。書いてないです。すごいよ。すごい。自己紹介じゃないです。違います。あの、ちょっとねここで本編でいろいろ聞きたいことはあるんですけれども、はいはい、ね、野呂倉さんなんだか、あのね珍しくお便りが来てるんです。今回お便りが届いております。そう、珍しいよこれ。珍しくちょっと読ませていただこうか。しかもレジモで、レジモの方からありがとうございます、はいはい、ありがとうございます。さあじゃあ、はい、久々のナレーター本気シリーズで、本気シリーズちょっと本気でお便り読ませていただきます、はいはい、お願いします。はい、リアスウニコさんよりいただきました。ありがとうございます。おはようウニございます。さっきの挨拶みんな工夫を一発目からこれですかね。おはようにございますですか、ね、すごいですよね。芋は漢字です、はい、おはようにございます。5月27日土曜日はウニコ川越上陸予定に来てくれたのかな。すごいね。連休に行こうとしましたが激混みかなと延期しました、うんうん、今休みを取るところです。2022年年明けに来た時は小江戸川越の街並みをただ歩くだけでした。それから年始でお休みのお店が多かったです。うん、確かに ね、 そうですね、うん、年明けですね、はい、おすすめのお店情報を知りたいウニ、おもうまい店とか、うんうん、ただ暑いとウニ子は家に閉じこもる可能性もなきにしもあらずウニよかっこ笑い、うん、ハロワハロワークかな、ハロワーク、ね、ってどんな仕事があるのか行ってみるウニ、農業も興味あるけど暑さが苦手ウニということで、すごいねキャラ作ってるね完璧にね。どんな方なんだろう、ね、ウニ子ありがとうございます。ありがとうございます。来てくれたかな、ね、またあの
感想のお便りください、うん、多分今ね、目覚めてるか寝てるかどっちかですね目覚めてるかどっちか、まあ確かにね、うん、人間起きてるか寝てるかどっちかですからね、うん、そう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 、うん、あのそう年明けの川越ってねお店ほとんど閉まってるんで、うんうん、あの混んでるところというと神社仏閣、あ、うん、神社仏閣は大変混んでますが、あのただ歩くだけだったっていうのは、うん、なかなかディープな素質があるんじゃないかと歩くだけでした、うん、歩きながら電柱を見るとかマンホール見るとか石を見るとか、それも野良倉さんだけですよ、うんね、これをルフしていきたいと、はい、おすすめのお店情報をね、でもお正月、あ、今の時期そこそこあるんですけども、食べ物のお店私苦手なんですが、意外と多いのがインドネパールカレー屋さん、意外とありますね、ありますよね、川越、うん、あの、あとはね、ピザが美味しいところだと連雀亭のピッツェリアロッコさんとかね、あら、おしゃれ、うん、ここら辺なんか結構美味しい、あとは太麺焼き様の誠屋さん、あ、この辺はね、もう外しちゃいけないなと、外しちゃいけない、 あとね、一応局ということで、同じ流れから行きますと川越駅西口の、渦っていう蕎麦屋さんね、はい、はい、パーソナリティもされてらっしゃる、やってますね、あの喋れる蕎麦屋ね、はい、やってると思います、美味しいお蕎麦屋さんですね、ちょっとそこら辺をね、食べログで検索して行ってみたいと思いますが、はい、まあ、今日はね、あの、うん、豊田さんをお迎えしまして、川越の着物事情をね、今はあの前半すごい熱弁で喋っていただきましたけども、そのナウイ着こなしなんかをね、聞きまくっていこうという、ウニコちゃんにも来てほしいです ね、やってみたいと思います。というわけで、まあ、夏といえばビール、夏といえばビール、うん、ビールといえば浴衣、はい、浴衣ですね、ビールが飲みたいだけ、うん、みたいだけ、そうそう、まあ、今回豊田さんにね、浴衣のあれこれをね、ホーリーハーフリー聞いてみたいと思います。ね、私も、ね、浴衣はね、温泉旅館で来ますね、ありますね、うん、あのよくいって書くからいいんじゃない、よくい、うん、あの温泉から出て、はい、浴衣に着替えてビール飲むという、あ、もう最高ですね、もうあのビール必須アイテムなんで私の場合は、はい、そもそも浴衣とは何でしょう、浴衣とは何ぞや、はい、浴衣とは何か、はい、皆さんなんとなくイメージできるのではないかと思いますが、平安時代まで遡ります、はい、平安時代、はい、平安時代まで遡りまして、はい、当時は今のような入浴ではなく、うん、蒸気を浴びる蒸し風呂のようなもの、うん、今でいうサウナ、整いましたか、はい、整いますね、はい、そんな感じで、はい、肌を見せないようにするためと、やけどしないように、うん、浴衣びらというものを着たのが始まりだそうです、うんうん、はい、室町時代になると、うん、手ぬぐいならぬ身ぬぐいと言われまして、うんうん、安土桃山時代から頃から湯上がりに着て肌の水分を吸い取られるる目的で用いられました、うんうん、さっき野良倉さんが少し触れていただいたんですけど、うん、お風呂上がりに浴衣着る、うん、はい、バスローブみたいな、ま、その元ですね、そうですね、それがだんだんバスローブのようになっていったり、うん、でそのまま湯上がりに浴衣を着て、うん、そのままあの宿からちょっと街に出歩くと、それこそ飲みに行くとか、うん、あの温泉街によくある、はい、あの素敵な光景ですね、そうですね、そんな感じで、はい、なるようになってきたと、うんうん、はい、で下着から町着として変化したのがそのあたりですね、で江戸時代あたりから盆踊り、うん、花見、それから歌舞伎役者さんが、はい、好んで着られることで真似をして流行りだしたと、うん、と同時に店舗の改革により、うん、町人は絹を着てはならないという掟が出されたそうで、うんうん、そのあたりから木綿の浴衣がますます発展してきましたとさっていう、うん、なるほど、もともとそういった和服着物っていうのも絹だったんですか、うん、もう、ね、お蚕様からなので、そうそうそう、手間暇かかるので、はい、もう高級品っていう、うん、まずね、はい、桑育ての虫飼いの、あ、そっか、そこからですね、ね、で眉できるやん、眉煮ながら糸紡いでって、そこからですか、そうそう、とりあえずまず虫から行くからね、若い子さん時間かかる、そう、葉っぱ食べさせて、うん、大事に育てて、でも育てて、うん、あの絹を紡いだ職人さんたちは絹を扱えなかったんですよ、昔、そうなんですか、作るだけで自分たちは身につけられない、うんうん、でもほら、木綿はほら、割とね、はい、明治維新の近くになると海外からね、うん、入ってくるんですよ、細くて丈夫な子が、なるほど、うん、でそれを織り上げたのがもともと川越にも絹織物の文化ありまして、うんうん、でそれをね、安城をよく、織り上げたのが川越東山、
もうこの番組でおなじみの川越登山、はい、最高ですね。この番組といえば川越登山ですからね。いつものあれといえば川越登山、はいはい、そうそう。で辻もこれ浴衣の経験って着てるやん今日ちょっと見てこれみんなあのもう一回見てあのラジオですね後であの私生着替えの時の写真アップしますなんと今回ですね、うんうん、豊田さんが昔仕立てられたっていうお手製の、はい、これは浴衣なんですか。浴衣です、はい、浴衣を着せちょっとあの上から羽織るだけっていう、そうです、はい、もう簡単にもう5分10分 で、はい、今流行りの和洋折衷ミックスコーデっていうやつですね、うんうん、はい、下は私が今日着てきたシャツそのまんまです、そのまんまです。誰か諏訪さん呼んで、しおりさんちゃんとしたお着物のしおりさん、はい、もうもうあのでもあの人の取材するときは私前日のメッセージで明日はよろしくお願いします、飲みやすい服装で来てくださ いやこれも飲みやすい服装ですよ。飲みやすいよね。そこで絶対そこに俺ビールこぼす。やめてください。いや汚れても家で洗いますから全然大丈夫です。木綿だもんね、はい、木綿だからお家で洗える、はいはいはい、今はあの専用のネットもありますし、うん、あのメンズのスラックス用のネットもあって、うん、それに、はい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 、畳着物っていう浴衣を畳んで、うん、ね、あの閉めて洗濯機でポンって洗濯機で洗えちゃいます、うん、それで直射日光を浴びないとこに干していただいて、はいね、生乾きの時にコテを当てる。コテを当てる、いわゆるアイロンかけ。あ、アイロンかけ、うん、そうするとね、網状、はい、よく仕上がります、はい、まっすぐと、はい、というふうに、2年前に笠間さんが言ってました。へー、はい、そうですね、ワイシャツと同じような格好ですね。少し生乾きのところにかけると、うん、なるほど、求む携帯安定浴衣。あー、ほんと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 、ね、形状記憶、ね、形状記憶あると面白いんですけども、今回すごくシックな色合いのね、うんうん、あの浴衣着せていただいてるんで、後で私のツイッターの方でもお載せいたします、はい、見てください、はい、見てください、起きてろよ起きてろよ、はい、でこれどうでしょうね、あのここ10年ぐらいあの川越浴衣姿が多くなりました。まあ、特にもう夏場はね、どこ見ても浴衣、うん、どこ見ても風鈴というね、うん、川越のトレンディーな、うん、あのちょっとナウなヤングがね、浴衣で風鈴を見に行こうツアー、来ておりますけど、どうでしょう、現状の問題点、着物のプロからしてお話ししていただくとお願いします。問題点、一番これからの季節気になるのは汗だと思うんですよね、うんうん、そう、はい、うん、で浴衣となると今着ていただいて分かると思うんですけど、うん、どんな感じですか。お腹が温かいです。そうですよね、やっぱ帯を今簡単に巻いてるだけなんですけど、はい、あの半幅っていう帯を、うん、あの2つ折りにしまして、はいはい、それを30ぐらい巻いてるんですけど、はい、30になってるので浴衣プラス30で、うん、下にブラウスをもともとお召しなので、はい、かなりこの腰回りお腹周りが、うん、いっぱいなんです。でそこに本当であれば着物を着るとなると補正もするのでもっと入る、うん、はいはい、なので汗もかく、うん、汗ももできる、うん、っていういろんな心配も出てきます、うん、なのであの和装ブラとかもあるんですけど、うん、あの通気性とかね、いい、うん、あの某ユニクロのブラキャミだったりとか、うん、はい、ああいうものを私も、はい、使ってます。なるほど、はい、あとはあのそのパンツの下に履くフレアパンツインナーとして、はい、それも捨ててこのようにあれやっぱり汗吸いとしていいんですかだけっていうよりもあの浴衣とか着物着た時って、はい、内ももの汗が不快なんですよね、ベタベタ、はい、なんならあの垂れてくるんじゃないかっていうぐらいまで汗かく時があるので、それを防ぐためには今スリップとかスカートタイプもあるんですけど、やっぱり股付きの方が快適に過ごせるんじゃないかと。なるほど、はい、あとは今日あのちょっとサンプルをね、はい、お借りしてきたんですけど、サンプル、はい、これね、もう一回言いますよ、ラジオです見てみんな持ってきてくれたよ、はい、今急いでねあの行ってきた川越 の、うん、あの野田倉さんもよくご存知のナチュリエラさん、ナチュリエラさん、はい、こちらね、はい、あの今、はい、なんとスペシャルなセールをこの商品扱ってまして、はい、放送終わって放送時終わってないか、終わってないと思います。大丈夫、あの、はい、この1ヶ月先だよこの間、うん、あの行った時に、うん、すごいパッキンいっぱいあって、はい、あの、はい、捌くの大変だから助けてくださいって言われたので、はい、あの持ってきました。ナチュリエラさんって何屋さんですか。靴屋さん靴屋さんですよね私今目の前にあるのがこれタンクトップ、はい、タンクトップ。あまり野菜売ってるな何屋さんだかちょっと分からなくなってきてるんですけど、靴屋さんで扱ってる登山関係の会社が、うん、
取り扱っている今日はタンクトップ持ってきてるんですけど、はい、この他に半袖の T シャツ七分袖の T シャツが2種類ヘンリーネックと、はい、で全部の4種類なんですけどこれが2枚買うと1枚おまけでついてくるそうです。待って2枚買うと1枚おまけってことは全部で3枚になるってことですか、はい、大昔のキリタンスの、ね、通販を思い出しますね。もうなんか叩き売り状態です叩き売り、はいはい、儲けではなく本当に在庫をなくしたいという思いで助けてくださいと言われたのでここでちょっとご紹介を。なるほど、ね、ちょっと触ってもいいですか。どうぞどうぞ、はいはい、クトップで、はい、あ薄いうんうん、そうですで日本製なのですごいしっかりもしてますし、はいはい、紫外線対策もちゃんとしてるということなので、うん、インナーとしてもアウターとしても快適で、うんうんはい、パジャマにしてもいいと。なるほど、メイドインジャパン、はい、サイズはメンズサイズで M、L、XL なんですけど、うんはい、キャシーさんがこれ着てちょうどいいと、うんあなるほど、はいはい、大体わかりました。タンクトップを、うんはい、お召しの写真が確かツイッターに上がってると思います。ポリエステル 100% でとってもなんか軽やか、はい、軽やか軽やかでさらっとしてる、うんうん、そうなんです。だから着物のインナーに着ちゃうんですか。ぜひぜひ、うんうんはい、この機会にぜひと思って。なるほど、はい、こんな着方があるんですか。あります。今サンプルも着てますけど、はい、なんか T シャツ可愛 い、 いサンプルさんで、ね、この、はい、普段着てる普通の T シャツ、うん、襟元の間からこう何首丸首が見えるっていうのがね今っぽいというか、うん、そうこれ色物の T シャツにしてもいいし T シャツでも、はい、色物の T シャツを着てもいいですか。柄でも何でも肌色も肌色肌色もう着てないような感じ、うん、そうそうそう山口百恵さんの伊豆の踊り子の時のお風呂場から手を振るシーンっていうのが、うん、あれ水着を裏表逆に着て肌色を見て。なるほど、はい。まあ、40数年前のお話ですけどもね、はいまあ、そういうものがあるということなんですね、はい、そうですね、まあ、それが、まあ、要は比較的暑さとか汗をしのいでそれぐらいですとね肌着のラインも隠れる、はい、結構ね、世の中の男性の大半っていうのは女性が薄着になると目がキラキラしてくるから、ね、そうですね。どうしても見てしまいますよね。見てしまいますよ。もう本当にあとさっきちょろっと触れたんですけど、はい、汗も汗も、はい、何汗もの薬が出てきた、まあ、汗もにはシッカロールだろうあシッカロール懐かしい、うん、懐かしいですね、うん、シッカロールもいいんですけど、うん、お風呂上がりに、うん、これちょっとまあ、あまりどこまで話していいのかわからないので、うん、ちょっと、はい、伏せておきますけど、はいはい、お店によって扱っている商品も違うし、うんうん、ぜひ薬剤師の方に相談して、うん、求めていただきたいんですけど、うん、ジェルタイプを私は好んで使ってます、うんうん、でお風呂上がりにこれを帯巻いていたこの胴回りにさささっと塗るとスーッとして汗も対策には、うんなるほど、はい、こういうのもあります。虫刺され、かゆみにって書いているジェルタイプですね。ジェルタイプですね、はい、クリームタイプもあると思います、うんはいはい、こんなやつとか、はい、もう定番ですけどこういうセンス、あもうセンス持ち歩いて熱くなったら、はい、でセンスもいくつか種類があって、はい、出てきてよ。ちょっと開いて青い、ね、センス選ぶのセンスがもの青いでもらうと分かるんですけど、うん、それ青いで後にこれ青いで見てください。カレーのやつね。これその、うんすごいね、なんていうのこの木の部分が違うの、うんうんうん、え、どういうこと。これどっちが待ってあ、こっちの方が強い気がする。そうなんです、うん、違う。そうなんです。持ち手ももちろん重要なんですけど、仰いでみて、うん、風の起こり方、感じ方が違うんですよ、うん、これはすごい、うん、あのね、この支え、なんていうんですか、ここセンスって、外側が薄い紙だったり布だったりするじゃないですか。その内側の木の部分がすごく幅広いものが、うんうん、私これ初めて見ました、はい、すごい。これ強いです。風が強いです。これはインパクトすごいです、うん、え、これおすすめ。どこで売ってます。どこでも売ってるといえば売ってるんですけど、うん、買ったのは私これだけなんです、センス実は。あら、まあ今3つあってね、今3つだけ買ってるということですね。こっちは某着物屋さんで、はい、行ったらご来店プレゼント、うん、でこっちも、はい、違うゴミ屋さんでご来店プレゼントでもらったものなんですね、うんうん、すごく木の幅が大きい、すごいですね、はい、へー。でどちらかというとこっちのセンスをもらった方が、はい、名前も知られていて、うん、そこそこなんかちょっといい着物を扱ってるようなお店なんですけど、うんうん、風が
派手が問題だと、うんうん、はい、なのでいつもお留守番してますこのセンス。なるほど、はい、まあ、私はドンキで充電式の買いますけど。なるほど、今そうですね、街歩いてても、うん、街歩きでファンを、はい、持って、うん、洋服でも浴衣でも何でも持ってますね。そうそう、で私ね、あれを改造してるんです。改造？改造っていうか取っ手があるじゃないですか、あれ全部樹脂で味気ないんで、うん、そこにカゴイトータン。あ、やっぱりそうきた、うん、やっぱりそうきた。なんかカーゴイっぽいでしょ。カーゴイっぽい。一つはね、ディーゼル機関車っていう鉄道のね機関車がファンがくっついてるのがあるんで、その塗装にして受けを狙いました。かっこいい、面白い、うん、まあそんな、まあそんなのはね、まあ、いろいろできます。あとこういうね、涼しげなかんざしとかも、涼しげなかんざし、何、うん、ガラス、ガラスかな、アクリル、アクスタ、何、綺麗、透明なんですよ。ほうほう、朝顔が、うん、これ川越にも店舗がある老舗の呉服屋さんで、うん、その昔、うん、私が昔住んでた町で買って、うん、まだ一度も使ってないんですけど、うん、なるほど、ちょっと可愛すぎて、うん、でもこれだとほらチャララーンとか言いながら後ろからブスッとさせませんね。とんがってません、ね、あ、なるほど、すごい ね、 ね、必殺仕事人的なね、滑らか、うん、そうなんです、涼しげで浴衣とか、ね、こういう感じでね、あ、うん、アミちゃんすごく似合う、うん、というかね、縁も竹縄ゲート、はい、竹縄ゲートウェイとなっておりまして、はい、もうね、いいお時間ですよ、はい、いっぱい聞きたいことがあるのに、多分ね、告知なんか2分8秒ぐらいでって台本に書いたんですけど、かなり押してますので、す4秒でお願いします。4秒で、かしこまりました。では、はい、そうですね、丸山川越店で先ほども少し触れたんですけど、無料体験や着付け教室、うん、はい、頑張ってやっておりますので、はい、ぜひご興味ある方は一度お電話いただいて、はいはい、体験に来ていただければと思います、はい、でお問い合わせ番号を申し上げます、はい、丸山川越店049-225-2676、はい、049-225-2676でもしつながらない場合は、はい、090-2723-1171090-2723-1171までラジオ川越を聞いたと、うん、はい、お電話いただけるとありがたい、はい、嬉しいです、ありがとうございます、はい、ぜひ、ね、これ次回さ、はい、小物のお話をやる予定だが、すでに小物が出てるからネタはまだありますよね。まだまだ、はい、ありますよね。話止まらないと思いますよ、はい、ね、どこまでも、すごいよね、今日すげえ尺感じ大変すいませんね、ものがありますけれども、はい、何よりも大事なことが、はい、何よりも大事なことを今日ちょっとオープニングで言わなかったんです、はい、すみません、はい、この番組は小西様の提供でお送りいたしました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。まあね、6月もね、中旬回ってきますと、いろいろ蒸し暑いこととか蒸し暑いこととか蒸し暑いこととか、ビールが飲みたいとかあると思います。で、まあ、7月からはね、氷川神社さん、風鈴やってくれますんでね、こういった時に浴衣なんかをこうさらっと着て、美しく歩いてですね、まあ、バスでもかですけど、楽しんでいただきたいなと思います。結構ね、行く先々で、ビール、売ってますんで、はい、どこでも、 もう浴衣にはビールでしょ。道歩けばビール、もう道を歩けばビールに当たる的な、そんな感じになっておりますのでね、今日あたりですね、これ丸山さん土日は休み？丸山はちょっと変わった呉服小売店で、うん、はい、空いてる時と空いてない時があるんですよ。レアだね、はい、レアだね、久保町のお茶屋さんみたいだね、うんうん、そうなんですよ。いつでも、うん、ご来店いただいたら商品が見れるお店ではないので、うんうんうん、展示会の時に、うん、はい、なるほどね、来ていただければ商品も見れます、はい、じゃあその詳細はまた来週あたりに、ね、そうですね、尺が尺が大変でございますのでね、はいはい、もう本当にねすごい、なんか喋り出したら止まんないね、はい、うん、来週黙っててもらおうか来週楽しみだな、ね、はい、まあ、そういうことでですね、今日もですね、いろんなお天気になるかと思いますが、暑さ対策に、注意していただきまして、せーの、それでは本日も小江戸川越でお楽しみください。